こんにちは、コスケです。今回はマツダのマツダ3、ついにレンタカーで見つけてしまったので借りてしまいました。あんまりマツダ3のレンタカーってなかったんですが、ようやく借りることができましたね。グレードは一番低いグレードの 15S かな、 1500cc のガソリンエンジンのマツダ3となっております。価格は多分 4WD で250万ぐらいのモデルということで、非常に安いグレードなんですが、このマツダ3、インテリアも外装も一番安いグレードからとても高価で、乗っていて満足感があります。今日はこのマツダ3の 1500cc のモデル実際に乗って、室蘭の方までドライブしてみたいと思います。街中と高速での加速なんかもチェックして、あとはせっかくなので登別も立ち寄って地獄谷なんかを観光していきたいなと思っています。それではマツダ3の試乗ドライブ出発しましょう。このディスプレイとかマツコネなんかも上位グレードと多分変わらないと思うので、非常にかっこいいですね。一番低いグレードとは思えないような質感です。それでは出発いたしましょう。このマツダ3は低いグレードから装備が充実していて、電動パーキングブレーキがあるのはもちろんですが、マツコネも標準装備ですし、メーターのパネルも、まあ、こっちにあるね、この辺にあるメーターのパネルに関しても多分上位グレードと変わらない液晶パネルとなっていて、非常にかっこいいですね。それでは今日は燃費なんかも含めていろいろチェックしていきましょう。よいしょ。シートポジションが、普段 SUV とミニバン、フリードに乗っているので非常に低いですね。座面が低くて足を前に投げ出すようなポジションになるので、かなりスポーティーな印象です。発進に関してはすごく滑らかですね。 1500cc ということですが、そんなにパワー不足みたいなのは、まあ、このぐらいのね、本当に住宅街とかだと全く感じないのは当然ですねで 1500cc といってもマツダのスカイアクティブドライブ、トルコン AT が積んでありますので、ギアが切り替わっていく感じを楽しめるスポーティーなパワートレインとなっています。マツダのスカイアクティブドライブはかなり優秀なので、この 1500cc のガソリンエンジンの良さも引き出してくれるのかなという感じがしますが、どうなんでしょうね。あとすごいやっぱり静かですね。特にロードノイズがめちゃくちゃ静かなので、250万ナビ付きの四駆の車としては、まあ、かなり静かな方だと思います。やっぱり 1500cc なのでそうだね、ちょっとやっぱりパワーが物足りないかなという感じは個人的にはいたします。普段乗ってる車がマツダの CX-8 2.2 ディーゼルということもあって、やはりそのあたりはね、どうしても低速での加速感みたいなのはもうちょっとあった方がいいかなと、そんな気がしました。確か最高出力が111馬力ですよね。6000回転まで回した時に111馬力が出て、最大トルクは150ニュートンぐらい、3500回転ぐらいで出るはずです。なのでトルクの太さを感じるのもやっぱり3000回転に近くなってからということもあるので、街中で使うような2000回転前後だと
あと一歩加速感が欲しいと感じるようなことも多々あるかもしれません。とはいえ、この価格の車で FF なら220万ぐらいでしたっけ、220何万とかだったはずなので、それでこの綺麗なマツコネのディスプレイとコマンダーコントロール、まあ、このね下にあるナビを操作するコントローラー、それにメーターのディスプレイというのは、液晶ディスプレイというのは非常に満足感が高いですよね。そして乗り心地もいいですね。乗り心地もとてもいいし、しっとりした感じもすごく250万の車とは思えないです。ちなみに一番低いグレードではありますが、このフロントに速度なんかを映し出すヘッドアップディスプレイみたいなのはついてますね。なんで本当このマツダ3は低いグレードからデザインもかっこいいし、車内の質感も高いし、基本的なナビとか先進装備はついてます。オートエアコンはついてませんけどねオートエアコンはついてないけど、非常に装備の充実したちょっと変わったモデルとなってます。この 1500cc のエンジン回ってもそんなに甲高い音も鳴らず、こうザラッとした感じがあんまりなくて滑らかに回るので、音もこう賑やかな感じじゃなくて非常に乗りやすいですけどね。ちょっとスポーツモードで発進してみますが、うん、エンジンは結構回るもののかなりキビキビした走りになるのと、エンジン音がエンジン音がいいですね。 1500cc とは思えないようなジェントルメンな音で、ブオーンっていう甲高い賑やかな耳障りの音ではなく、非常に大人っぽい音で回ってくれるので、エンジンが回ってもそんなに不快な感じはないです。なのでこの 1500cc でも少なくても街中を走っている分には全く、まあ、全くというかね、最低限必要なパワートルクはあるんじゃないかなと。でこれパドルシフトついてないんですが、シフトでギアの切り替えもできますし、あとはスポーツモードとマニュアルモードがついているので、まあ、それをうまく使いこなすことでエンジンをある程度回してやると、余裕はないですけど必要な加速は得られるような気がするので、まあ、むしろこう車をコントロールして楽しみたいという人にはすごく面白いような気がしますね。トルコン AT ということもあって、なんかこう車を操ってる感を感じられて、これはこれでありかなという感じが僕はいたします。結構楽しいですね。で乗り心地に関してなんですが、さっきから結構道の悪いところもガタガタ走っていますが、なかなかいいと思います。足もソフトすぎず硬すぎず、ガタガタンという結構激しい振動でも角はしっかり丸まって伝わってくるので、この乗り心地に不満を感じるという人はほとんどいないと思います。ただこれを初めて、マツダ3を初めて試乗した2019年の5月でしたっけね、5月か6月か出たばっかりの頃試乗したんですが、その時ほどこうすごい上質な感じだなっていう印象はないかもしれないですね。今だとあれから結構新型車も発売されていて、新型車の中には同じぐらいの価格帯でも同じぐらいの乗り心地の車というのはあると思います。ただ乗っていて快適ですね。全く不満のない気持ちのいい乗り心地なので、乗り心地は間違いなくいいと思います。僕好みです。そして静粛性に関しては、これは今でもトップクラスなのも間違いないです。非常にロードノイズも
少なめですし、エンジン音も全然耳障りじゃなくうるさくもないと。ウインカーとかハンドルの操作感とかシフトの動かした時のこう感触とか、まあ、そういうのも含めてこの価格の車としては非常に上質な感じがありますよね。これは去年発売された時から変わらない感想かなという感じがします。このマツダ3のドリンクホルダーなんですが、エアコンの吹き出し口の下にあるんですよね。シフトノブよりもこう前にフロントガラス側にあって、腕をアームレストに置いた時にドリンクホルダーに入れたペットボトルに手が当たらないです。これすごくいいですね。 CX-8 とかだとアームレストの前にドリンクホルダーがあるので、そこにペットボトルを入れるとこう手首がねペットボトルに触れてなんかちょっと落ち着かない感じがあったんですが、このマツダ3はドリンクホルダーが前の方にあるので全く手が当たらないです。これはよく考えられているなと。この位置にドリンクホルダーを置いたのはすごくいいですね。すごい使いやすいなと思います。いやー、このマツダ3のマツコネのナビめっちゃ綺麗ですね。ドットが細かいし、フォントもちょっとおしゃれだし、見やすい。すごい横長の画面なんですけど、とても見やすいですね。それでは最初の目的地、登別温泉の方に向かっていきましょう。今日は登別に立ち寄ってその後室蘭行きましょうか。あんまり長い時間今日借りれないのでそんなに遠くは行けないんですが、まずは登別温泉に向かいます。登別温泉に入ってまいりました。このまま登別温泉街を登っていって、せっかくなので地獄谷に行ってみようかなと思っています。地獄谷に行くのはかなり久々ですね。はい、こんにちは。500円ですよね。車では行けないですか、大湯沼の。大湯沼も封鎖されてましてダメなんですよ。あ、そうなんですね。わ、はい、かりました。こちらの駐車券も今、現在使えないということでご了承ください。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。よいしょ。あ、初めてバックしますが。視認性があまり良くないのと、360度カメラがついてないというのもあって、ちょっとバックはしにくいですね。まあでもバックカメラあるんで問題ないっちゃ問題ないんですが、うん、かなりサイドのウィンドウが小さいということもあってバックは決してしやすいとは言えないですね。ちょっと死角が多いなという感じはいたしました。まあただボディはそんなに大きくないので車両感覚さえ把握してしまえば問題なく駐車も可能かなという感じがいたします。それじゃあちょっと地獄谷に歩いてみましょうか。いろいろ行けるところあるはずなんですが、冬の間はかなり閉鎖されているところが多く、もくもくしているところを見に行ってみましょう。それでは地獄谷に向かいましょう。もうすでにかなり硫黄の香りがしますね。前も一回来たんですが、ここ犬連れてきても大丈夫なんですよね。前駐車場のおじちゃんに聞いたら犬全然大丈夫だよって言われて、パンちゃんと一緒に散歩した記憶があります。誰もいませんが、ここが普段は人であふれている登別地獄谷です。結構普段は中国人が多いんですが、
もう今海外から人が入ってこないのでガラガラですね。何度来ても本当すごいところですよね。少し奥まで歩いていけるのでこの遊歩道歩いて行ってみましょうか。なんかちっちゃい神社みたいのがありますね。じゃあ少し奥に行ってみましょう。あ、すごい、ここまで来ると硫黄の香りがすごいです。登別温泉三大史跡、薬師如来、1861年火薬の原料として地獄谷から硫黄を採掘していた南部藩の家臣がお堂の下から湧いている温泉で目を洗ったところ、長年患っていた眼病が治ったことからそのお礼に石碑が安置されましたと。それがこの薬師如来ですね。これで目洗ったのかな。これで目洗う気にはならないけど、でもちょろちょろ流れてる水で目を洗ったっていうことなんでしょうかね。温度は60度あるみたいなので目洗ったら火傷するんじゃないかなという気がいたします。すごいすごい景色だ。いや、地球の凄さを地球の凄さを感じますね。三途の川がありますよ。あれのことかな。今日日曜日なんですけど、日曜日のお昼ぐらいと一番混雑してそうな時間なんですが、まあ、ここまで人は 2,3 組とこの先にね一組いるぐらいで、あ、違うね、2人だね、バラバラ単独の方が2人いるぐらいで全然人がおりませんね。これがさっきの三途の川なんでしょうかね。確かに地獄っぽい、地獄っぽい雰囲気は出ております。流れてる川が白く濁ってますね。恐れ山にちょっと似てますよね。青森の恐れ山に少し似ているかなと、そんな気がいたします。それでは車に戻りましょう。本当地獄みたいな、地獄みたいなところだと思います。こうやって見るとマツダ3ってホイールベース結構長いですよね。かなりホイールベースが長いような気がします。
結構このマツダ3座面が低いので乗り降りするときに、よいしょっと、まあ、ちょっと僕もおっさんになってきたので乗るときもこう深く座るような感じになって、降りるときもよいしょっとというような感じになりますね。かなり天井も低いし座面も低いので腰を深く落として乗ったり降りたりという感じになります。というわけで今地獄谷から帰ってきたんですが、すごかったですね。でこの後はマツダ3に乗って室蘭まで行ってお昼ご飯を食べて高速に乗って帰ろうと思います。高速での加速なんかもチェックしてみたいんですが、多分かなり長くなっていると思うので前編はここまでにしたいと思います。次回後編では室蘭に向かって高速に乗ってできれば山道なんかを走って帰ろうと思います。それでは後編をお楽しみに。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。